全部かっこいいな。うんうんうん。良き。ジンペイがすごいびっくりしとるやん。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。最初にね、第3の Y サークルっていう名前で探しよったんやけど、違ったんよね。で、なんか、自分が今までやってきたことを辿ってみて、そういえば、第3の Y サークル的なものは、あれやんね、ドーベルと戦ったなって思って、ピラミッドにやってきた。このピラミッドもまた Y サークル。最深部を修行場としている。さて、ここの Y サークルでは、ツバメ返しの妙の修行を行う。ツバメ返し？何？やり返す？跳ね返す感じ？覚悟ができているならば、この修行について説明しよう。教えてヌラリ師匠、不屈のスピリット。マズラとの決戦を前に、さらなる戦力強化のため、ヌラリヒョンに修行を受けることになった。ピラミッドの第3の Y サークルでは、ツバメ返しの妙の修行を行うという。ヌラリヒョンの修行を受けよう。天才たちのブレイクスルー3巻。これで最後かな。調査開始。うん。では、修行内容についてだが、ツバメ返しの妙とは、強力な敵の力を跳ね返すほどの弾力を身につけるための修行だ。実際に跳ね返すわけではないんよね。この先、強敵との戦いが続くだろう。その連戦にもくじけぬ精神を持つのだ。ふん。この修行にはランとも参加してもらおう。戦う理由をもう一度、己に問いかけろ。ほう、なるほどね。では、修行を始めるときは、また私に声をかけるといい。クエスト、教えてヌラリ師匠、不屈のスピリット発生、調査を開始しよう。うんうん。じゃあ結局、ピラミッドか。前にも一回。あの時は大変だったな。何？全員洗脳されたと聞いたが、よく無事だったな。アップした人たち。ジンペイ君が助けてくれたんだ。パワーアップしていける感じやね、今。ジンペイ君だけ洗脳されてなかったね。よし。さすが兄貴だぜ。洗脳されてたんだよ、あれ。まあな。三人が直してくれただけで。僕たちが思いっきり殴ったってことは。ツバメ返しの妙だ。黙っといた方が良さそうだな。ここで戦ってもらう敵はエイリアンともの原因。俺たちだけの秘密だぞ。そこではブレない芯を持つことが重要だ。さあ。では、修行を始めるか？ヌラトレクライマックス。ピラミッドの中で行われる修行はツバメ返しの妙。敵の力を跳ね返す弾力を身につけるための修行だ。心にも体にもブレない芯を持つことが重要となる。ヌラリヒョンの修行に挑み、心と体を鍛え上げよう。ランと共にヌラリヒョンの修行に挑もう。はい、挑みます。ふー、ミッションスタート。おい。お、早速変身できるな。最初はまず通路にいるエイリアンの幻影を倒せ、いいか。頑張っていきます。ちなみに前回パワーアップしたマタロウ、ジンペイ以上に強くなった結局の曲やばくない？アースウォーカーの、いつの間にやら仲間内で一番強いのが マタロウなんですけど、悪を焼き尽くすまばゆき太陽、ね、ダイナミックネコに沈む。やばいやばい、こんな狭いところでそんな広範囲攻撃仕掛けてくるのやめて。私は仕掛けるけどね。やった、ほらほら、敵側には仕掛けていただきたくないわ。やばいやばい、ネコスカドライブ、うぅぅ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 ぅ。見た目は間抜けないんやけどな、ちょっとお互いに潰し合ってくれんかな。敵同士の攻撃は当たらんけんね。おいだ、おいだ、おいだ、お、いいぞいいぞ、いくよ、いやー、後半ダイナミックネコインド、これでどう。やっぱさ、第3やけん、うん、すごい強かったりするんかな。ここで合っとるよね。よし、いくよ。なに、そのまんまの流れで、え、そのまんまの流れで、これボス、うん、え、これはボスだじゃないの？え、どうなんやろ。一応上がる。めっちゃなんか登場シーンみたいなのもなんもなかったけど、い、範囲広すぎ、やめてよ。オメガリーマン確かさ、あれじゃなかったかな。ラントがメダル装備しとった気がする。え、終わりなのか。美味しく調理してやる。ね、なんか終わったっぽいけど。え、いやいや、うわ、来た、ほら、ゴッドウンチクマーズ起動。ゴッドウンチクマーズ待って、やっぱあれじゃ終わらんか。うん、強いんかな、やっぱり。え、怖い怖い怖い、なんか早速ため攻撃しよらん、あいつ。え、待って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 、
カメ寄る時に向いてる方向しか行かんのかと思ったら、ノリあるジャンプ。そんな直前で方向転換するとかありなんですか。オラ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 、グランゾーと残すカードライブ。周りのさ、タコ敵たちもなんか強そうじゃない。あ、でも速攻でやっつけるだけ、そうでもないんだ。そうでもわかんない。ダイナミックネコエンド、ダイナミックネコエンド、チャンスなんかと思った、はい、そんなこと。うわ、なんかめっちゃ体力少ないんですけど、私、はい、いつの間にやらめちゃくちゃ体力少ないんですけど、やめてよ。ホッスルシメモリアルジャンプ、怖いよ怖いよ。グランゾーとネコスカドライブ、びっくりした、もうやっつけたんかと思った。今なんかそんな感じしたことない。ただまだ相手は体力半分以下にもなっていない。あやられてしまったよ。ありがとう。あ、マタロウがもうすぐ溜まりそうな感じかな。あれ、さっき誰か、フーカちゃんが倒れたか。速攻で、速攻で生きろってしたんから、欲しい、シュンで、やっぱ最後やけ、なんやろ、防御力が高いんかな。ね、なんかそんな感じがする。攻撃も強いか、やられたし。悪を焼き、あとちょっとなんよね。モモンガースティンガー、このあとちょっと行くよ。えい、結構きついのかもしれないけれども、行くよ。えいや、えいや、ちょ、ラント早く変身してよ。え、ラント変身できるやろ、それなぜ変身しないんですかね。やっやー、深淵に沈むで、お、変身したっぽい。モフモフトルネード、トルネード、えいや、危ない危ない危ない、行くよ。なんかモモンガースティンガー、なんのタイミングでもあったんだろうか。行くよ。あ、ぶっちぎる。ゾイゾイ、ちょ、行くぜ行くぜ。なんか結構さ、こっち発見して攻撃してくるの遅くない？終わりだ。というのをすごく思ったんだけど。終わりだ。何、サービス？水星ランス。サービスですか？終わりだ。2人しかおらんしみたいな。いい、ガガガガ、これを食らえ、食らえ、終わりだ、なくらい、どうだ、終わりだ、どうだ、なんだい君、目が悪いのかい、終わりだ。なんだか非常に目が悪いような気がするけども、ガガガ、なんかね、近くで人復活させよるのに、その間気づかずに復活させた後ぐらいになんかあんな感じで気づいてくるのかな。すまない。ああ。お、今だ今だ、仕切り直した、よし、生きる、うん、よっと、ちょっと待って、いける、変身、変身、変身、おいし、もうこれ今回のこの変身でいけるんじゃないですか。頭上パターン、行くよ。いや、追いついてくる。モフモフトルネード。なんかほとんど体力減ってない。おっしゃ、これでいけた。やったやん。ちょ、二人で倒したね。二人で倒したね。何あの技メダル、なんか強そう。なんか技メダルとかね、あんまりこう、絵柄で覚えてないけん、何が何だかよくわからんねよね。何、誰、誰に導かれよん、親、親ですか。ヌラトレクライマックス、これが最後やったってことよね。よかった、ここ鍛えられるラントがちゃんと生きていて。いや、お、まさかのエルゼメキア、お前が呼んだのか。どうした、どうかな、速攻で化けて出た。何何、私はマゼラに勝つ、ラントの意識の中かな。もはや復讐のためではない、みんなを守り、お前に託されたものも叶えたい。お、なんか精神的にも成長した感が。本当はお前も救ってやりたかった、ね、お前をみすみす死なせてしまったのは私の力が足りなかったか。まあでもね、そんなことないよ。普通に自分で殺すのあなたは私よりもずっと勇気がある。だから私はあなたを信じたの。同じ声でもなんかはっちゃけた感じで喋るのと冷静に喋るのじゃ全然違う感じに聞こえるね。
受け取って。私があなたに託した本当の思いを。これは新武器。この私、エルゼの力、コーリーの力、私が持つすべてのパワーをあなたにあげる。コーリーって何やった？国の名前やった？一族の名前？お、すげえな。戦って、ラント。あなたこれでまたあれか、きっとできる。見た目に変化が出てくるってことか？武器だけじゃなく。ああ。最後に、一つだけいいかな。あれやねん。普通に、なんか、物まで受け取っとるってことは？私の本当の名前は、エルゼメキアではなく、エルゼ。コーリー星の女王、エルゼよ。覚えておいて。星の名前ね、コーリー。わかった。メキアは何やったんやろ？後から付けられたんかな？さあ、あなたの新たな力を目覚めさせるとき。どんな感じになるんすか？見た目ちゃんと変わる？変身メダルディープシャドウゾディアックを手に入れた。おお、変わっとるね。結構。私は誓う。今の方がかっこいい。必ずマゼラを打ち滅ぼすと。うん、信じてる。変身！お、来るよ来るよ。新スタイル。この辺は変わらんね。で、そこからの？いや、やっぱでもかっこいいわ。うん、やっぱかっこいいわ。全部かっこいいな。うんうんうん。よき。人兵がすごいびっくりしてる。これが私の新しい力か。一番強そう、見た目。うひゃー！びっくりしたー。ここは。あ、でもそっか。なんか違う、何、次元みたいなところで話しよったけん。一番奥の。なんかいきなり、いきなり最終形態に進化したみたいな感じに見えとんかな、周りには。大丈夫？私は、どうしていた？修行をクリアした途端、急にぼーっとしだしたんだよ。意識が飛んでいっとったんや。会長って呼んでも全然反応しないしさ。で、急激になんかシャキーンって変身しだしたっていう。なんかやばいことになったかと思って、心配したっしょ。何やばいことって。そうかと思えば、いきなり新しいヒーローに変身するんだからね。それは確かにあの人兵みたいな顔になるわ。ラント君、何があったの？誓いを立ててきた。いいね、なんか。なんのこっちゃ。まあ、その一言だけ言われたらね。強い思いは、たとえ生死を分かつとも、つながっているのですね、大王様。この二人はちゃんと理解をしている。ああ。この戦いは、マゼラに食われた多くの星々に報いるためでもある。ホーリー戦も食われたんかな、やっぱ。そのためにも、あいつらをちゃんと導いてやらないとな。ええ。今説明しようかな。なんか話よるけど。ラントがディープシャドウゾディアックに変身できるようになった。クエスト、教えてヌラリ師匠。不屈のスピリット、バッチリ解決。これで多分全部揃ったね。全3巻やと思うわ。お前たち、よくぞ全ての修行をクリアした。できるなら全員強化してくれればよかったんだけど。これで、最後の戦いを挑むのに十分な力を備えたと言っていいだろう。師匠って言った割には、コマさんは全然強化してくれんのや。けどさ、なんてこと。マゼラって宇宙にいるブラックホールなんだろ？どうやってぶっ倒せばいいんだ？でも一応ああやって実体があったわけやけど、あれは仮の姿だと。安心しろ。こういう時のために、とっておきの切り札を用意しておいた。まあ、本体ってあのなんかでっかいやつやったもんね。黒い塊みたいな。最終局面での切り札。上がるワード来たーまだ最終調整中だが、時期に完成する手はずになっている。まだ何かしようとしているようであるな。また聞いてたね、勝手に。マゼラおとなしく死を待っていればいいものを。往生際が悪いのである。お前の思い通りになんかさせるわけないっしょ。千秋もパワーアップしてない。俺たちは
絶対諦めねえぞねえ、なんかコマさんと千秋はちょっとパワーアップをさせてあげて、さらなる一手によって例えようのない絶望を与えてやろう。何さらなる、今度は何をするつもりだ。え、てかコマさんおらんか。お前たちから奪ったミサイル、どこ行ったよ。破壊屋とか言ったか。あ、吸い込まれたやつ。戯れに改造を施して、え、たった今お前たちの星に向けて発射した。え、速攻で飛んでくるんやないそれ。何、どうしたらいいの。なんだと。こんがり焼けて香ばしさが増し、絶望の旨味も引き立ちそうであるな。食すのが、え、それはもう星全体に広がる勢いってこと。改造加えたって。おいおい、やべえぞ、うん、どうすんだよ。え、被害の起こる範囲は、さっき言ってた切り札ってまだ出せないんですか。全部っすか。ダメだ、まだ完成していない。もう少し時が稼げれば、もう破壊矢が飛んでくるよ。何、何か案が。では乗り込むしかありませんね。乗り込む、乗り込む、どこに、どこにまさか破壊矢 DX にか。え、乗り込む、中から操作できるってこと。そっか、破壊矢 DX には。あ、マジで。緊急時に備えて操縦機構が搭載されている。そんなん初耳ですけど。そうです。なんとかそこまでたどり着ければ、うん、マズラ本体のブラックホールに打ち返せるってことは。でもそんなんて、敵が改良するってなったら取り除かん。しかしそこは何、君たちをそのような危険な任務に行かせるわけには。いや、今までも十分危険な任務にめちゃくちゃ行かされとったけどね。万が一帰れない事態にでもなれば取り返しがつかなくなる。万が一帰れない事態になった時には私らだけじゃなく国が滅ぶと思うよ。てか星、学園長、俺たち行くよ。行くしかないよね。だってこのままじゃ地球が丸焼けになっちゃうんだろ。うんうんうん、もうなんかここのメンバーだけの話とかじゃないし、Y学園でやりたいことまだまだいっぱいあるんだ。だからさ、バッと言ってちゃちゃっとマゼラをぶっ倒してくるぜ。そんな簡単な。さすが兄貴だぜ。よし、もう俺もお供させてください。になるの、ここで逃げたらやばいね、面目丸つぶれしよう。本当の本当に最終や。奴らに一泡吹かせたいしね。私たちは必ず戻ります。こんなところで死ぬわけにはいかない。行こう、チンペイ君、マゼラをやっつけるんだ。あ、お前たち、いつの間にかこんなに頼もしくなっていたのだな。まあ今までにも散々ね、何もできん自分が歯がゆくて仕方ないわ。無謀なクエストを受けさせらまくったけんね。お前たちの覚悟は受け取った。破壊矢 DX の現在位置はおおよそだが特定できている。お、すぐにでも地球に衝突する距離じゃなかったのはせめてもの救いだな。あ、そんな遠くから撃ってきたん。俺とヌラリの力なら、お前たちを破壊や DX の内部に飛ばせるだろう。え、マジで。それってワープみたいなもん。まあそんなものだな。しかし相手はあのマゼラだ。妖力を無効化する負のパワーに満ちている。私たちの力がいつまで及ぶかは分からぬ。何それ、戦えるの、大丈夫なの。そうなる前に戻ってくればいいんだろ。とかじゃない、大丈夫。なんとかなるって。妖力無効化ってなんか変身もなくなるとかない。チンペイ君が言うと本当にそうなりそうだから不思議だよね。うわー、なんか最後までそういう感じで言ってお亡くなりになりそう。準備ができたら俺に言え。そんなことないか。お前たちを破壊や DX に送り込む。皆さんどうかご無事で。私最初めっちゃさ、なんか吹っ飛ばされる感じかと思ったけどワープないよ。必ず生きて戻るのだぞ。そこまで乱暴じゃなかったね。はい。僕らは宇宙一のヒーローになる。うわー、なんかいよいよ、ね、死亡フラグじゃない、大丈夫。ジンペイ君、マゼラなんかめっちゃなんかね、死亡フラグ立った感じするけど今。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
ってことで、いやなんかついにもう何回も言っとる気がするけどついに最終決戦っぽいけん、きっちり準備して臨もう。